康と美容をお届けするオフィスまゆみのあやちゃんです。そして今日は素敵なゲストをお迎えしてます。熊本のなおちゃんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。熊本のローズマリーの、はい、ローズマリー店のなおみさんに今日は来ていただきました。ありがとうございます。京都まで来ました。はい、来ていただいたので、はい、もうぜひ撮ろうということで、ありがとうございます、はい、今日はなおみさんの素敵な体験談お伺いしたいと思います。はい、この動画良かったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでですね、今日私がなおみさんにお願いしたのはですね、なんとなおみさんの視力が両目 0.1 だった視力が今、右が 0.5、左が 0.7 まで上がってるという。逆ですね。あ、ごめんなさい。右が 0.7。右が 0.7。左が 0.5 ですね。すいません。まで上がったというね、すごい体験談を聞いたので、もうぜひ話してください。YouTube に出てっていうことでね、今日はスカウトさせていただいたんですが。ありがとうございます。はい、もうずっと20年以上 0.1、人間ドック受けてて27年間毎年いろんなところで調べるんですけど、ずっと27年間 0.1 と 0.1 でもずっと 0.1 だった視力が、まず、水牛様が発売になって3ヶ月ぐらい後に人間ドックだった時になんと 0.3 と 0.4 に上がって、日赤の先生たちも何をしたんですかってびっくりされて、もう検査した人もそうおっしゃったので、もう私興奮して、いや斉藤ひとりさんっていう実業家がいて水流様って経素があるんですよって。そうですね、経素が入った水流様、それだと思いますって言ったら、ああ経素ですねってドクターがおっしゃって、でずっとそれから 0.3 と4のままだったんですけど、なんと去年私は遺伝子を体も目も全部調べてるんですけど、父が黄斑変性で、もうほぼ視力を失うっていう病気だったの で、で目の遺伝子がやっぱり黄斑変性というのを一番たくさん持ってたから、ああなんか発症しないといいなと思ったら、去年の4月に突然もうぐにゃんぐにゃんになって真っ黒になって、前を走る車がもう歪んで見えて、軽自動車とかの黄色のナンバーは胸に見えたりして、黄斑変性を発症しましたね。なんか本当黄斑変性って本当に、なんていうんですかね、視野がこうなんていうんですか、歪んで見えたりとか、暗く見えたり狭く見えたりとかね、してちょっと日常生活を送るのね、視力を司る一番大事なところなので、目の奥の、そこが傷ついて、もうこんなぐにゃんぐにゃんに見えて、もう怖くて、でちょうど私ミセスの大会、そうミセスオブザイヤーで、ぐしゃぐしゃって出てきて、世界大会寸前1週間前だったので、眼科に行ったら、5万の注射目に眼球に、それしか、それを3年とか何年か続けるしかないっておっしゃって、でニューオータニの、会場のコンテストの会場のランウェイ歩けないといけないと思って、目に5万の注射を打ちました。でそこからずっとそうやっていけば、なんでも治りはしない病気なのでと思ってたんですね。毎月それは1本ずつ、そうです、毎月5万円の注射を打たないといけない、4週間に1回、5万で様子見てまだ6週間とか、でそれから、あ悪くはなってないけどねって言って、やっぱり打った方がいいっていうんで打つんですね。でそれからなんと水素様を、もしかして水素様だったら、なんかもっと奇跡が起きるんじゃないかなってずっと思ってて、今年の2月に届いて飲み始めて、でその時も、注射はだから、様子見ながらやってたんですけど、悪くはなってないよと。そしてなんと6月に、悪くなってないから、もう水素のおかげだつって、先生に「いや私水素カプセル飲んでるんですけど」って言ったら、え、カプセルがあるの?」っておっしゃって、一応その6月は1回注射しないで飛ばしてもらったんで、5万かだったら一人さんのさ、水素さんはいっぱい飲もうと思って、でもそんな爆飲みしたわけでもなく、普通に2カプセルとか、飲む時は4とか、私はご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、ひとりさんのサプリは全部カプセルは外して溶かして、で錠剤は溶かし、全部お湯で溶かしてドロドロにして飲むっていう、
中咽頭がステージ4のね、うんうん、あのここね13時間の移植手術をしてるので、うん、がんが見つかって手術後、うん、ステージ4のね、うん、からもうサバイバーなの なので飲み込むのがねちょっとあのカプセルごととかが難しいので、うん、だから外して先生さんも外して、うんうん、溶かしてと飲むっていうのを、うんうん、そしたらなんとなんと、うんうん、本当に2ヶ月ぐらい前から、違う8月7月行った時に 0.5 と 0.7 になってしまった先生って言ったら、うん、頑張ってるねとか言われて、頑張ってるっていうか先生先生カプセルねって言ったら、うん、おーカプセルがあるのみたいな感じで、ねうんうんうん、それで先月、うん、あ8月、うん、この間行ったら、うん、もう注射しなくていいよじゃあ6月は1回注射飛ばしてもらって、7月に測ると、うん、もうそれだけ腫瘍が、うん、回復してるし、はい、もう注射はとにかくしなくていいよ、まあ、だから完全に治る病気ではないので、うんうんそうですね、一応もうね、うん、注射打たなくても、うん、水素様が飲めばこういうだってもともと1が 0.7 になるなんて、うん、どうこのなんかすごいもうメガネいらないよって先生から言われて、なんか運転がすごいメガネが出てたんですけど、うんうん、なんか運転するときに、うん、もう変なんですね、見えちゃうから、だからもう外して、あ、そうか、うんうん、度がもう合ってない感じになっちゃってるよっぽどの時だけ、うん、それでこっちが見えるようになったので、うん、本を読んでると近くがなんかあれ見えづらいと思ったら、うん、こっちは綺麗に、私は老眼はないのね、近眼だから、そしたら先生がだからメガネいらないんだよ、両方でカバーし合ってるから、そうなんですよ、 0.7 になった分近くが見えにくいけど、うんうん、こっちは 0.5 で近くきれいに見えるから普通に本も読めるし、よかったですね。いやもう本当に皆さん、いや皆さんの体験談聞いてすごいなとは思ってたんですけど、いやもう0.1 が 0.7 になるなんて、うんうん、ありえない。そしてね、毎月言ってたその5万円の注射をもうとりあえずね、まだ経過観察とかはねしないともちろんいけないけど、うんうん、とりあえずは一旦ね打たなくていいよっていうね、うんうん、診断が出たということで、はい、おめでとうございます。すごい、いやこんなことがやっぱりすごいですよ、うんね、水素様。まずね、水素が何かあった時のために、あ、そういえばこういう話あったし、自分に何か起きた時に、うん、あ、水素っていうお守りがあるなって思ってもらえれば、うん、何か起きた時のこう安心材料になると思いますし、なんかピンときた方は一回試していただいて、そうですね、うん、でよかった、自分に体に合ったなとか、いいものはねやっぱ続けた方がいいので続けていただければなと、うん、それにやっぱ私は浄化オイルは飲まない日はないっていうぐらいやっぱちゃんと持ってるから、やっぱ、ね、浄化オイルとかヤセチン飲んだり、あとジャグジンさんもいいからね、うん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 、でもやっぱ腸が綺麗じゃないと、うん、やっぱりそのなかなか入っていかないっていう、うんうん、でもやっぱお客様とか水素様飲むと、うんうん、今まで出にくかったのがすごいびっくりするぐらい出るとか、でちょっとしんどい時はたくさん飲んだり、まあね、よくきつい時はっていうと、うんうん、飲んだらやっぱすごい尿が出るから、なんかこれすごいおかげでっていう、ね、あとお肌が綺麗になります。ね、本当にもうどんどん若返ってるなって会うたびに思います。もうね、怖いよね、地球年齢。はい、びっくりポンです。ね、本当です。なのであの、はい、ね、直美さんのところは本当にお客さんもたくさんいらっしゃるので、こう通われたりねしたお客さんからの素敵な体験談も聞けると思いますので、うん、あのもっと詳しく聞きたいとか気になる方は概要欄の方に直美さんのね、はい、あのうちのホームページの熊本です。はい、熊本載せておきますので、はい、ぜひぜひお問い合わせください。ありがとうございます。ということで、はい、今日はナミさん、ありがとうございました。また京都来ます。ありがとうございます。皆さん、最後までありがとうございました。感謝してます。はい、嬉しいです。もう本当今日はこの奇跡の話はぜひもう YouTube でみんなにお届けしなければと思って、はい、出演していただきました。感謝してます。ありがとうございました。銀座マルカンオフィスまゆみでは、ひとりさんのマルカン商品を扱ってくれる仲間を募集しています。マルカン商品が大好きな方、ご自身のお店に商品を置いてみたい方、副業をお探しの方も、詳しくは説明欄からご覧ください。お問い合わせをお待ちしてます。